始まりましたブックマちゃん、本について好き勝手おしゃべりしちゃうチャンネルです。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。今日はですね、こちらの本を持ってきました、はい、どっこらせ集英社文庫からさくらももこさんのももこの生き物図鑑です。ブックマちゃん、集英社文庫の冬市っていう文庫フェア知りません？夏、あ、夏はやったよね、結構ヨマニャというね、はい、主者がやってる文庫フェアになるんですけども、かわいいよね、夏市でもちょっとお世話になりまして、うん、まあ、今回は冬市ということで、いろいろ文庫作品が入っております、うん、エッセイもあるし、ミステリーとかもあるし、昔からの本もあるし、その中で私は今回選んだのが、このさくらももこさんの生き物図鑑という、一応エッセイになります。ブックマ、あんまこのサイズにこのサイズの付箋貼らないけどもう何も見えない。しおりだと思ってたよ。何それ付箋。このサイズの付箋何でも書けんじゃん。書けるけど書いてな い。何にも書いてない。私思ったよ、何か書いてんのかなって。全部言うじゃん。ブックマ。さくらももこさん知ってますよね。ちびまる子ちゃんでしょ。そう、ちびまる子ちゃんの作者。ももこさんが幼少期の頃に触れた生き物たちとのお話になってます。そうなんだ。そう。ページはすごい短いです。だいたい 2,3 ページぐらい。そうで、毎回イラストついてんの、しかもカラーでついてんの、カラーでついてんの、かわいい、もうこれ、ね、最高だよ、すっごい楽しかった、読んでてすごいなと思った点が、この短さで毎回クスッと笑えるの。 あ、図鑑って言ってるけど、うん、なんか種類とか何センチとかっていうよりかはエッセイなんだ、うん、エッセイ帳、私がいつ出会ってどういう風に触れていって、この子と何をしてどう過ごしたかみたいな、なんで興味を持ったかとか、さくらももこの動物たちと生きてきたルーツみたいな話。ブックマ、アリ、うん、捕獲編から始まります、うん、だいたいその一動物に対して一ストーリーで終わっちゃうんだけど、うん、たまにそのももこちゃんが必死に向き合いすぎて捕獲編、完結編とか、あ、なるほどね、ちょっとこう前編後編とか、ちょっとアリには力入ってんだ。そうそう、でアリは働き者として一般に知られているが、全員が働き者というわけではないのではないか、中には要領よく怠ける者もいるに違いない、うん、と思って、うん、アリを捕獲してアニランドを作りました。アニランド、ミネラルウォーターのペットボトルを使用することにしたと。これに砂とアリさえ入れれば OK だというわけで、でもアリを捕まえるのはなかなか難しいと。普段なら指でつまむところだが、今回の場合はアリに負傷させては正しい観察ができなくなるので、何としても無傷で捕まえなくてはならない。この幼少期やばくない？確かに。私はしばらく考えた末に、枯れ草の先を水で濡らし、それをアリにくっつけて捕獲するという方法を思いついた。くっつくのそれ？くっつくらしい。こうやって取って水つけて、こうやってオッケーオッケーですって言って、そう、砂入ったペットボトルの中にこうやって1個ずつ1個ずつで、40匹ぐらいのアリを突然ペットボトルの世界にそう入れましたと。この世界には女王はいない、今まで築き上げてきた地下帝国もない、全て一からやり直しという嫌な世界である、呆然するのも当然だろう。これから実験が始まるんですよ。ペットボトルの中に水を大量に入れます。洪水状態にするんです。じゃあアリがどうやって動くのかっていう検証をももこちゃんしますと。私が犯罪さ心理学の本読んでた時に、うんうん、だいたいそういう感じだったよ、幼少期殺人犯の幼少期そういう感じだったよ、ね、そうなんだ、生き物に対してこう、うん、何もこう同情しないで、あ、大丈夫大丈夫、そりゃ呆然とするだろうって書いてあるから、多分同情ちょっとはちょっとはしてるんじゃない、同情してるのかな、うん、そうそうそう、うん、しばらくして水は地中に染み込んだが3匹溺死した、てん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 、このようにアリの研究は波乱含みで開始されたと。次回はそのアリの研究の成果を発表する、うん、果たしてアリは全員働き者かっていう。本当に？ブックマ、結構残酷な話もあって、カラーヒヨコわかる？分かんない。黄色いひよこに着色料理って昔言ってたんだけど、うん、そんなことあったんだ。そうで、ももこちゃんもお姉ちゃんいるじゃん、うん、もうすごいそれが好きで可愛いと思ってお母さんとお父さんに買ってもらったんだって。でももこちゃんが緑色でお姉ちゃんがピンク色のひよこを買ってもらったんだけど、やっぱ着色料で染められてて皮膚呼吸ができないからすごい体が弱いの。そうで、ももこちゃんが選んだ方のひよこはもう帰ってる途中にポクっていっちゃった。でそれで寂しい、もう黄色にしときゃよかったっていう子供的な意見を言ってその後にお姉ちゃんの方のひよこ、ピンク色のひよこがちょっとだけ持ったんだって、うんうん、命がね、まあ、2,3 日生きたんだけど、まあ、最終的にやっぱちょっと
ちゃって、うんうん、でその時にちょうどばあちゃんが風呂を沸かしてたんだって、うんうん、であの昔のお風呂だからこうフーフーってやって火入れてみたいな感じで、おばあちゃんに話しかけてひよこ死んじゃったって言ったら、おばあちゃんが燃やしてる火の中にバーンってひよこ投げてこうして仮装してやるのが一番だというが、さっとひよこを火の中に放り込んだのより、私は階段の陰から一部始終を見ていたが、ばあさんの顔はメラメラと燃え上がる炎に照らされ、ヤマンマのようで恐ろしかった。ばあさんの隣で火を覗き込んでいた姉は一言も何も言わずただじっと火を見ていたっていう。おーマルコみたいだね、その感じ。いやだからマルコなんですよ、ね、もうマルコそのもので。ブックマ亀飼ってたんだけど、モブちゃんが最初にこうやって餌あげてて、うん、春とか夏にでこうやってカカって食べるのも超かわいいってなって、うん、でちょっとつんでたらシュッてやるのもかわいいみたいな、すごい好きってモブちゃんになってて、うんうん、で冬になってきてちょっと元気がなくなってくるツンツンってたの、えー、ってみたいな、もうええからみたいな態度されて、うんうん、まあ、そろそろ冬眠しはんねんなと思ってキッチンのところに置いたんだって、台所ね、ちょっとあったかいところに、うん、で冬眠し始めたと。でまあ、3月になっても起きない。お、まあ、3月はまあまだ寒いしなみたいな、ちょっと長袖だよね、まだ半袖着れないよねみたいな。で4月になっても起きない。まあ4月はまあ時たま寒いからさみたいな。で5月になっても起きない。あれ亀ちゃんと触ったら、まあぽっくり言ってたとであれ死んでるなって、生き物の本で調べたところ、冬眠中の亀を室内の中途半端な温度で飼うと胃袋だけが活動し餓死することもあると書かれていた。へえ。結論、私はいつから死んだ亀を見て微笑んでいたのであろう。そう、気の毒なことをした。こうして私のワクワクは終わったのだ。ずっと死んでたかもしれない。に微笑みかけたから。そういうの好きだよね、さくらももこさんって、うん、なんかこじこじとかね、うんうん、そうだね、ちょっと皮肉めいてるというかね。ブックマ、この本通して私すごい思ったのが、ほとんどの動物がすぐ死ぬの。うん、何百円と買った高い動物も死ぬし、あの当時は何百円高いからさ、とか自分がすごい大切にしてきた何々が死ぬとか。でも死ぬことをちゃんと受け入れてるし、死んだっていうことをちゃんと見てるから、動物の痛みをちゃんと分かるからこそ成長していく様みたいなのを見てて、ね、私やっぱ動物に触れてこなかった人生だったから、もしそういう人にもぜひ読んでもらいたいし、これからこう動物興味あるいっぱい知りたいなと思う人にはね、すっごいクスッと笑えて読みやすいから触れてほしいなってめっちゃ思った、うんうん、ちっちゃい子供もそうだし大人もめっちゃ楽しめる、すごい読んでよかったなって思うエッセイの一つでした。ブックマ冬市さ、なんか今回グッズあるらしくて、じゃーん、かわいくないこれ。かわいい。これね、ブックスタンドです。へえ。めっちゃかわいいよね。あとクッションです。でかっ。かわいい。そうなってます。すごい無表情ちゃん、 ありがとうございます。あ、ちょっとそんな、あ、ちょっと、あ、痛い痛い痛い、もっちもっち、いや、そう、もっちもっち系、4800円なんで、痛い。じゃ、その他にもですね、あの T シャツのグッズがあったりだとか、あとはですね、あのマグカップがあったり、痛い、マグカップがあったりだとか、あとあの、ね、あれですね、あとトートバッグ等もございます。はい。なんですか。痛い。ぜひ皆さんもね、なんか冬本読みたいなと思った際に何かこう刺さる一冊がきっとあると思います。ということで今回は集英社文庫からさくらももこさんのももこの生き物図鑑をご紹介いたしました。すごいなポイントって書いてあるだってすごいんだもん。あ、じゃあアリのページいきます。付箋で全然見えなかった、どこがアリか分かんなかった。このサイズ貼るのはおすすめしないです。みんな分かってる。